8月25日水曜日、西丸の内にある津図書館で、仕掛けで楽しむ手作り絵本教室が開かれました。この教室は、絵本作りを通して子どもたちが本に親しみ、読書活動が活発な町の創造につなげようと開催されました。参加したのは、市内の小学生6人とその保護者です。教室ではお話を考えるところから製本するまで全2回の講座で1冊の絵本の制作に取り組みました。絵本の作り方を教えたのは津リージョンプラザを拠点に活動している手作り絵本教室夢工房の小林茂美さんと絵本教室の生徒2人です。2回目となったこの日、子どもたちは色鉛筆を使って絵を描いてから画用紙を貼り合わせたり、表紙やカバーを作ったりと本を仕上げる作業に取り組みました。飛び出す仕掛けは、絵に沿って切り抜いた画用紙に箱型の紙を貼り付け、ページをめくると絵が立体になる仕組みです。講師たちは参加者のテーブルを回りながら、お話の主人公を目立たせる色の塗り方や製本のコツをアドバイスしていました。子どもたちは保護者や講師の助けも借りながら、世界に一つだけの自分の絵本を完成させていました。完成です。絵本のタイトル教えてください。マツコのお散歩です。この猫のマツコがお散歩したりお魚を食べたりする話です。絵本作りで難しかったところはどんなところですか？と、中の紙をくっつけるところです。と、帰ってお父さんに見せたいです。